さあ、始まりました。TN エコロジーのお時間です。この番組は毎週日曜日朝8時から放送させていただいております。この番組を始めたきっかけはですね、地球環境をより良くしたいとか、あとはこれを聞いてくださってる皆さんに幸せを少しでも届けれたらいいなと思って始めた番組でございます。で、今回はですね、素敵なゲストをまた来ていただいてるんですけど、打ち合わせの時に一度 Zoom でお会いしたんですが、もうめちゃくちゃいい人、めちゃくちゃいい人&綺麗&学びが多い、そんなゲストさんになると思います。めっちゃハードル上げよるかな、大丈夫かな。リサさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ハードル上げ上げじゃないですか。上げすぎ すいません まあでも本当にそう思ってるだけなんで。ありがとうございはます。い、リサさんはですね、まず、自己紹介していただこうかなと思うんですけど、簡単に、どちらに住まれてるのかと、どんなお仕事されてるかっていうところを教えていただけますか。リサと申します。東京の目黒区、都立大学というところで、日本発祥の手当て療法の霊気を教えるスクールを行っております。霊気って結構、認知度が今広がってきているってお聞きしたんですけど、でも僕はまだまだ全然知らなくて、リサさん実際どうですか？今、その霊気っていうお仕事をされていらっしゃる方も結構いらっしゃるんですよね。そうですね。教える活動されてる方もいれば、ヒーラーさんとして活動してる方も。ヒーラーさんとの違いがちょっと分かんないんですけど、どういうことですか？ヒーラーさんは？ヒーラーさんは、癒してあげるというか、してあげる側の人ですね。具合悪い人を、その場で元気にしたりとか、ケアをしていくっていう方たち。で、教える側になると、今度この、お手当てができる人を育てるっていう、先生になっていくっていう、なるほど。なりで、まリす。サさんは先生をしながら、してあげる側にもなるっていうようなパターンですよね。そうですね。もう今は完全にできる人を増やすっていう部分にわあ、先生なんで力すを入れね。ています。日本ではその先生の立ち位置になれるリサさんみたいな感じの人って何人ぐらいいらっしゃるんですか？もうね、その霊気で結構種類が多くて、でざっくり分けると、もともと日本で発祥した伝統の霊気と、それが一度海外に渡って広がって日本に戻ってきている西洋の霊気、この2種類があるので、リサさんはどちら側になるんですか？私はもう伝統も教えるし、西洋もどっあ、ちもどち教らえても。いる。はい。そうなんです。全然やり方が違うんですか？その霊気っていうエネルギー自体は全く同じもので、どうしても西洋に渡った分、海外の風習とかが入ってたりとか、ちょっとスピリチャリティな部分が多かったりとか、エネルギーをより扱うみたいなところがっていうので、霊気っていうものは一緒なんだけど、学ぶ内容のその技が違うっていうイメージです。なるほど。両方使えた方がいいのはいいんですよね、やっぱり。どこを癒せるかどこを治せるかの得意分野が若干違うっていう感じ。だから両方で補完されるっていう感覚は私の中で結構あります。なるほど。両方学ばれてらっしゃる方も結構いらっしゃるんですか？うちの生徒さんだと、もううちで両方学べてしまうので、結構両方学んでしまう方は多いんだけど、どうしてもその伝統の方の霊気っていうのがあまり知られてないっていうところもあって、だから圧倒的に西洋の霊気を学んでる方が多いです。なるほど。なんか空手みたいですね。空手も伝統派空手があって、他も空手種類いっぱいあるけど、どれも別に間違っちゃいないみたいそうです、そうです。な。なるほど。そんなリサさんですが、なんで霊気に出会ったんかなって聞きたいんですけど、その前に、リサさんの出身はどちらなんですか？出身は長野県の松本市になります。長野県なんですね。はい。いつぐらいまで長野県で過ごされたんですか？結構ね、幼少期から転勤が多くって、だから長野で生まれたんだけど、それこそ仙台とか秋田とか、ちょっと転々と。
移動しなるて、ほど。っていう感じなので、まあでも、小学校の5年ぐらいから高校生までは、松本に戻っていて、そこからもずっと東京って感じです。なるほどですね。いろんなところじゃ経験されてらっしゃるわけですね。友達少ないんですよ、だから。まあ、だからって そんなことないと思いますけど 小学生の時とか、何かこう、スポーツとか、何か特技があったりとか、趣味があったりしたんですか？私結構ちっちゃい頃体がすごい弱くて、喘息があったりとか、おお、そうなんですだね。からちょっとスポーツができないというか、すぐ苦しくなっちゃう。だから、音楽メインでやってましたね。音楽ですか？歌う側ですか？軽音？弾く側、演奏側。かっこいい。何をされてらっしゃったんですか？中学の頃にフルートを始めて、で、小学校の頃にピアノとバイオリンをやってたんですけど、そう。しで、て高校、そう。本当ですか？清楚系イメージがめちゃくちゃ強いので、ラジオの方、ラジオで聞かれてる方は、ぜひ YouTube でも見てくださいね。めっちゃ綺麗ですから、びっくりしますよ。楽しみ。楽しみに、誰が言うんですか。楽しみってどういうこと？ で、そのフルートとか、ピアノもされとって、高校に入っても音楽されとってですか？そうです、そうです。高校に入って、で、軽音楽部に入って、うちの高校の軽音楽部はジャズバンドだったんです。だからそこでジャズフルートをやってました。今でもやってらっしゃるんですか、音楽も。今は実家に帰ったらピアノ触るぐらいです。それ以外は全然されずですか？ もうちょっと触ってない。でも音楽のことされとったってことは、音楽が好きでしてたんですか？うちの両親がもともとずっと音楽をやってる人で、だからちょっとちっちゃい頃から学ばせてもらったというか。なるほど。親御さんとリサさんは似てらっしゃるんですか？似てます。あ、そうですか。お母さんに似てらっしゃるんですか？二人に？お母さん、ちょうど半々ぐらいかな。なるほど。じゃあ、結構、まあその、どっちかというとですよ、セレブ感が溢れてるわけですよ、リサさんから。お母様とかお父様も、まあそういった、まあ日本正しき礼儀作法というか、まあ清楚的なところがあったりしますか、リサさんから見てて。最低限の部分、マナーとか、そういう部分はすごい厳しかったですね。なんか厳しかったエピソードとかあります？もう箸の持ち方とか。その持ち方ダメよみたいな言われようとですか？優しく鉛筆を持ちながらそこに添えるんだよみたいな。優しく指導してもらえ優るしんだ。くなんだけど、社会に出てから苦労しないようにっていうところもああ、あったり素と晴らか、しいですね。ご飯食べるときはテレビ見ちゃダメとか。なるほど。今でもやっぱりこう、そういった、まあ、教育って大事だと思うんですよね。結構このラジオを聞いてくださってる方には、ご年配の方から、本当若い方まで、幅広い方が聞いてくださってるんですけど、でも結構昔に比べたら今ってこう言わなくなったって言ったりするじゃないですか。だけどまあ、そういうのって大事ですよね。まあ、伝え方がでも、リサさんの親御さんは、まあ、すごい上手だったんだろうなと思います。叱り飛ばすパターンもあったりするじゃないですか。ありますね。ね。リサさんみたいなお子さんが欲しければ、そんなふうに優しく教えるっていうのが大事っていうことですね。まあ人間って多分大体褒めて伸びるんですよ。あ、やっぱり僕もそういうタイプなんですよ。まあ皆さんそうですよね、きっと。そう、だから褒めてなんぼかなとは思う。生徒さんに教えるときもやっぱそういう感じなんですか？どっちかいうと。そう、もうね、とにかく一人一人に寄り添うっていうのが大事だなと思っていて、
だからみんな同じレベルでやれるとかそうではなくて、その人その人の個性に合わせる、こう伝えた方が伝わりやすい子と、いや、こっちの方が伝わりやすい子っていうのもやっぱりあるから、だからその人に合わせて伝え方変えたりとか。なるほど。リサさん、霊気ってやろうと思ったら、どんな人でもできるんですか？やっぱり才能もちょっとは必要とか、何かあります？才能は全く必要ないです。才能なし。なし。すごいですね。誰でもできます。何が必要なんですか？純粋さ？もうピュアな心と、やっぱ素直さとか、とにかくこう、なんだろうな、楽しく学ぶ心とか、あとは自分への自信はすごい大事です。そうなんですか。私なんてできないと思ってたら、なかなかできないよっていうことですか。私なんかできないよってなってる子の方が、やっぱ上達がちょっとゆっくりになっちゃう。私めっちゃできてますっていう人の方が、やっぱりそういう、まあ私その、ね、目に見えない世界も結構扱っているので、そういう思いが、やっぱり現実になっていっちゃう。なるほど。いや、でも思いって現実になるって、最近になってちょっとずつ言われだしましたけど、霊気もやっぱそういったところがあるんですね。結局自分のエネルギーって自分に自信がないと、その分やっぱりエネルギーの波動とかも下がっていっちゃうし、自分に自信があれば、まあ、自信を持って人にも伝えられるし、そういう意味では、まあ、霊気をやる上では自分への自信とかそういうところはすごく大事にはなってくる。ただ霊気のいいところは、やってても自分に自信がついてくるっていうのが、とても、人にしてあげるのに自分に自信がついていくってことですか？そうです。じゃあ相手も幸せ、自分も幸せみたいな感じってことですよね。その通りなんです。めっちゃいい仕事じゃないですか。そう、だからね、全人類やったらいいと思います。なるほど。その仕事じゃなくても、その自分の中でちょっと覚えてできるようになればいいっていうふうに考えてらっしゃるってことですか？そうです。そんなになんかめちゃくちゃハードル高いイメージがありましたけど、案外そうでもないのかな。まあ、全ランク然。がいろいろあるけどっていう感じですかね。もうね、人にちょっとやってあげたいなぐらいだったら全然誰でもできちゃう。霊気をする子を送ってあげることによって、いいメリットって何あったりするんですか？まずそもそも霊気って、もう生まれた時から誰の体にも流れている根源的な生命エネルギーのことをなんですよ、霊気って。誰でも持ってるやつですね。そう、生きてるものすべて、もう生きるために使ってるエネルギー自体のこれを霊気って言うんだけど、だからこのもともと持ってる力をただちゃんと使っていくだけっていうイなメージ、るほど。簡単に言ってしまうと。おお、なるほど、なるほど。で、多分日頃からみんなちょっとお腹が痛いなっていう時ってお腹になんかこう無意識に手当ててたり、いや、しますよ、しますよ。腹痛いとか言ってやりますよ。で、とかどっかぶつけたら手でさするって。します、します。しますよ。やってるとなんかちょっとあったかいし痛くなくなるなみたいな感覚なかは、なか特にそうですよね。そう、みんな絶対1回はあると思うんです、その経験って。ただ、まあ、今の人たちってやっぱいろんなストレスだったりとか、まあ、食品添加物とかお薬とか電磁波とかこういったものの影響を受けすぎちゃって、生命エネルギーがうまく巡っていない状態だから、うまく霊気が使えてないっていう状態になっていて、なるほど。でこれを教える中で、まあ詰まりを取ってあげたりとか、どう使っていったらいいかっていうのを伝えているんですけど、でやっぱその霊気ができるようになってみんな感じるメリットって一番大きいのは、まず体感で感じるのは体の冷えが治る。冷え性？
冷え性。治るんですか？はい。まあ、治っちゃいけないんだけどね。ああ、そっかそっか。ピーッて治るじゃなくて、まあ、あったかくなるみたいな感じ。そうです、そうです。結局、もともとのその生命エネルギーっていうのがちゃんと巡ると、代謝が上がっていくんですよ。代謝ってこう燃やすパワー。はい。で、代謝が上がって燃やせる力が上がってくるってことは、体温が上がっていくんです。だから、冷気してると基礎体温上がっていったりとか、で、この結果、自分の免疫力がアップしてきます。はい。代謝が上がったら上がるって言いますよね。そうなんです。だから、病気になりづらくなったりとか、はい、あとはなっても重症化しなかったりとか、まあ、怪我の治りが早くなったりとか。なんか痩せやすくもなりそうですね。そうです、そうです。うん。だから、冷気でダイエットみたいな。すげえ。感じになったりもするし、まあ、要は、小さい頃の状態を思い出してもらうと分かりやすい。小さい時。そう、子供の頃って、はい、結構風邪すぐ治ってませんでした。いや、なんか多分そんな感じがするんですよね。僕、この年になって、結構、うん、長引くなと思って、ほんとこの年になってからですよ、そう思い出すのは。でしょ。うん。あと傷も結構瞬時に治ってたりとか。そう、めっちゃ残るっすよね。うん、なんでこれはあのみんな肉体の老化現象って片付けちゃうかもしれないけど、はい、そもそもエネルギー、生命エネルギーの巡りがうまく巡ってない。こういうことによって治せる力も下がっていってる。うん、そうなんだ。だからこうめっちゃ傷残るし、もうなんか日焼けしても、なんか前は白く戻ってたのにもう白く戻らないし。関係ある？関係ない。あるあるある。あるっすか、やっぱり。あります。やっぱり。だからそういった部分とか。まあこれも改善していったりとかするし、不眠症とか。ああ、今日本人のこうね、あの睡眠の質めっちゃ悪いらしいですね。めちゃめちゃ悪いです。寝てても寝てない状態というかね。うん。こういう無呼吸とか治りますかね。無呼吸は、まあまずその結構体重が多くて起きてるのだったら、まあ、そっちも、ね、ちょっと今、リサさんちょっと笑ったの。いや、笑ってない。僕の。いやでも本当に僕あの太りだして今体重ちょうど90キロぐらいあるんですよ、うん、適正体重が62キロなんですよ、うんうん、で、まあ、年々貯蓄でこう増やしていってるんですけど増やしたくて増やしてるわけじゃないけど、でも太っていけば太っていくだけ体調悪くなるし、うん、なんか、まあ、足の冷えも増えましたよ。あ、つま先の足の指のつま先とか、うん、爪の色がちょっと悪くなったりして、うん、うんうん、とかだったりするから、これ良くないなと思ってて。そう、代謝を上げれるんだ。でそれはリサさん自分にもできるんですか、霊気っていうのは。そうなんです。あの自分が自覚するっていうのはそういうことですか。うん、自分に自覚もあるし、霊気のいいところって人にやってるのに自分も同じ影響を受けてるんです。人に当ててる間中自分にも霊気が通過していくから、やればやるだけいいじゃないですか。そう、だからやった分自分に恩恵がある。でよく気候と何違うんですかって、はい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 、はい、こう思って当てたりとか飛ばしたりとかね、うん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 、けど気候って自分のエネルギーを使って相手を元気にする。あ、じゃあ自分は消耗するわけですね。そうです、そうです。そう、なんか格闘ゲーム の、はい、あの HP のゲージで言うと、はい、気候は自分のゲージどんどん減ってって相手のゲージ増えていくっていう感じ。まさに波動拳打っとるみたいな感じですか。わかるんですか。なるほど。霊気はここあの全く念を込めずに行うんです。念を込めた瞬間に自分のエネルギーが出てってしまうから、うーん、念を込めずにただボケーっと私はただの通り道ですっていうイメージで
瞑想に近い感じですか、じゃあちょっと。あ、そこまでね、無にならなくてもよくて。あ、瞑想したくてもできないんですよ、僕全然できんから。今ちょっと心配になりましたけど。大丈夫。そこまで並んでもいいですか。お相手に対して直してあげたいとか、良くなってって思わないように当てればいい。無。私は無。お肉に触ってますみたいな。ああ、そんくらいの感じなんですね。そう。へえ。そうすると、相手に流れるのと同じ状態で自分にずっと通過し続けていく。生命エネルギーってやっぱこの世に溢れているものだから、ただただそれを循環し合っていくっていう感じです。だから私から発せられる特殊なエネルギーとかではなく、誰もに流れているもの、それをただ自分を通して循環させるだけっていうイメージ。だからやったらやっただけどんどん元気になる。じゃあパワーが上がっていく的な感じなところも、やったらやっただけ自分のこう人に送れる霊気とか自分が発する霊気っていうのは元々のものを発揮できるってことですか？そうです。うん、だから、まあ、そのためにはやっぱこの長年のね、いろんな詰まりをまずは取って、まず綺麗にせんといけんわけですねこの今まで培ってきた、そういろんなもうフィルターを剥がしていくわけですね。そう、どんなことを剥がしていくんですか、うん、例えばあの思い込みとかで、この長年蓄積されたものを外すっていうよりは、はい、こう利益とかね、こうなんだろう、エネルギーっていうのは、まあ、人間のど真ん中に筒が通ってて、そこにエネルギーがこう巡って全身を流れているんですよ。で、この筒に長年のそういう蓄積物が溜まっちゃって、うん、でエネルギーの流れる筒にヘドロが溜まってる状態になっちゃう、はいはいはい、だから生まれた時うまく使えてた霊気がだんだんうまく使えなくなっちゃう、うんうんうん、それはもちろんね、水道管にヘドロ溜まったらお水出なくなっちゃいますよね、うんうんうん、あれと一緒です。だから水道管のヘドロをパイプユニッシュで取って、うんうんうん、ジャーって出るようにする。なるほど。そういうイメージで霊気もこの筒の掃除をまずしてあげる。そうするとその人の本来の霊気が出る量に戻っていきます。なるほど。その人がこうつまりそのパイプユニッシュした瞬間、自分で、あ、これなくなってきたなって分かるもんですか？どっちかっていうと、そのパイプユニッシュした後に、最初体感あるってなると、あ、すごい手がポカポカしてきましたとか、なんか手がジンジンし始めましたとか、でお家帰った後にそういえばすごいよく眠れましたとか1週間したらもう冷えがなくなってますとか、だからなんかもう超筒通ったわっていう感じよりは、うんうんうん、徐々に感じていくっていう感じ。なるほどですね。うーん、後ろ。リサさん、直感力とかもそれで戻ったりします？戻ります。ですよね、多分なんかそんな気がした。そう、直感も、あのこう、もともと人間ってこう生まれた時にはすごいちゃんとしたもの持ってるのに、自分たちでこう直感力を上げ落としてきてるっていうのを自分の中で感覚はあるんですよ。それを取るのとちょっと近い部分もありますか、やっぱり。あります。で、霊気の学びの中にその直感力を高めていくっていうワークとか、本来の自分の感覚を思い出すワークとか、やっぱりその思い込みを外していくっていうことを学びます。楽しそう。なんか自己肯定感も上がりそうだし、そう、勝手に上がっていくって感じ。すごいですね。いや、僕この年になるまでリサさんが初めて霊気をされてらっしゃる方で、初めてお会いしたので、うん、でも結構あの、まあ、自分がそういうアンテナを張ってなかっただけで知らなかったんですけど、多分知ってらっしゃる方もいらっしゃるし、うん、全然、まあ、死ぬまでに一回も会わない人もいるかもしれませんもんね。そうね、そうね。ね、それも運の一つだと思いますけど、うん、せっかく出会えたとか、今せっかく聞けてる方はぜひちょっと興味持ってもらえたら面白いと思いますよ、うん、もし自分が幸せになる一つの方法だし、周りの人をね
幸せにすることもできるって、しかも誰でもできるってすごい。そうなの。だから本当に持ってるものをただ使っていくだけだし、人にやって自分が元気になるっていうことは、霊気のもう精神って愛と感謝なんです。もうやってあげるっていう意識じゃなくて、もうさせていただくっていう。まさに仏教ですね。もう私が元気になるんだ、ありがとうございますっていう。お布施と一緒じゃないですか。お布施もこうぜひさせてくださいっていう側と、ね、受け取る側は少女な気持ちで受け取るっていうような形 で、ね、でまた環境も必要って言いますけど、環境も整ってるんであればすごいなと思いますね。もうね、やってるだけで本当に愛に包まれていくし、とにかくなんか全てに感謝できるようになっていく、うん、満たされるっていう感じかな。満たされるんだ、うん、満たされていきたい人多いと思いますよ、聞いてくださってる方。そうそう、それが自分でできるっていうのが霊気のすごいところですね。誰かにしてもらうんじゃなくて自分でする、すごい、うん、ありがとうございます。じゃあちょっと一回 CM に入ります。ちょっとだいぶ話しすぎた、めっちゃ興味深いCM の後もいろいろ聞かせてください。はい、はい、では一回 CM に入ります。 CM どうぞ。 76.1 de la FM. Eso ma. FM コサ。はい、 CM を開けました。 TN エコロジーでございます。この番組は毎週日曜日朝8時から放送させていただいております。今回も素敵なゲスト、リサさんに来ていただいております。リサさん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、いろんな話をこう聞かせていただいている中で、もっと質問したいっていっぱいあるんですけど、まずリサさんがこの霊気ヒーリングに出会ったきっかけは何だったんですか？はい、もうね、これは今思えば必然でしかないって思っている出来事があって、はい、まあ、これちょっと私の幼少期にも関わってくるんですけど、ちょっと私ちっちゃい頃から地球が生きづらいなっていう人間だったんですよ。はいはいはい。なんか周りと違うなとか、見えないものが見えちゃったり感じちゃったりとか、あ、そうでしたか。そういうことが多くて、でも周りのみんなそういう状態じゃないから、私がおかしいんだって思ってしまって、でそこからちょっと感覚を閉ざすようになっちゃったりとか、あ、なるほど。中学高校の頃に摂食障害になっちゃったりとか、社会人で鬱になっちゃうとか、高校とか小中高とね、こういじめにあったりとか、まあ、いろいろでハイパーメンヘラだったりとか、いろんなことがあった中で、で最初にもちょっと出てきたうちの父と母、はい、で父親がちょっと西洋医学のお医者さんなんですよ。あ、そうですか、うん、なんだけどやっぱりこう目に見えない世界の話をすると、うん、それこそこう明らかに疲れの金縛りじゃない金縛りにあった時に、うん、朝起きたら腕に手の跡残ってて、みたいなやつがあった時に相談すると、はい、それは脳みその働きのこういう動きで金縛りが起きてる。なるほど。そう言われちゃうと、あ、そうですよねって。なっちゃったりとかで、まあ、全然目に見えない世界を信じない父だったんです、うんうんうん、なんだけどやっぱりそう患者さんと接していると、はい、先生が触ってくれると痛くないとか、うんうんうん、麻痺が緩むとか、うん、まあ、そういうことをよく言われるようになったらしく、うんうん、で自分の手は何なんだろうって、まあ、疑問に思ったみたいなんですよ、はいはいはい、それはなりますよね、多分たくみくんもなんか匠さんに触られると癒されますみたいな。嬉しいですけどね、うん、俺の手なんだろうみたいな。なりますなります。でそこでものすごい調べて、そしたらどうやら日本に昔からあるその手当てって霊気がある。で実は霊気って今海外、特にアメリカとかは病院が取り入れるぐらい医療現場でも使われているもので、だから父もあ、変なものじゃないと。ああ、なるほど。すげえってなっちゃって。はい。
で一気にもう利益ラブみたいな。で父親は最初にその日本伝統の霊気の師範と西洋の霊気のマスターっていうのを取って、はい、あ、お父様が先に取られとったんですか、うん、でもそのおかげでなんかこう目に見えない世界の話とか普通にできるようになって、父とお父さん全く信じてなかったのに自分が知っていけば真実を見たらそうなったんですね。すごいって、まあ多分ね西洋医学の限界も感じてたとは思うんですよね。それもあって、でまあ大学の時に家族全員が呼ばれ、はい、今からセミナーします、え、先生で先生になるってこと、お父さんが、で父親が先生で、はい、うちの家族全員が生徒みたいな感じで、そこで学ぶっていう、いい家族ですね、あったかいな。だからなんかこうね、うちに習いに来る生徒さんたちの多くは自分が不調でとか、うんうんうん、家族が不調でとか、だけど病院でどうにもならないとか、うん、でそこから探して霊気にたどり着いて学ぶって方が多いんだけど、私は別に学びたいとか思ってたわけではなくお父さんがやったから習いましたみたいな。そんな人、霊気してる人の中でいるんですか？聞いたことあります？あんまりこのパターンはあんまりないです、ね、ないでしょう、まあ、他の仕事でもあんまないと思いますけど、うん、面白いお父さんですね。結構真面目にですか、うん、それとも家族ワイワイみんなでやろうよみたいな感じで。結構真面目でしたね、きちっと真面目ですか？すごいな。そう、でも私はそのおかげでこう医療的目線からも教えてもらえたのもあったし、体の作りとか、そう、こういう構造だからここに痛みが出るってことはこっちが原因かもしれないとか、すごくありがたかったなと思っていて。すごいですね、それ。そうですね。だから、まあ、霊気との出会いはもうそういう感じで、普通に仕事にしようとかも思ってなかったし、なるほど。まあ、なんならバリキリその、その頃は社会のシステムにまみれてたんで。どんなお仕事されてらっしゃったんですか？あ、普通に大学卒業して、はい、大手の企業の事務やってました、はい、あ、そうなんですか。そう、まあ、何やりたいかもわからないのに就職しろって、ね、なってるから、うんうん、とりあえず採用された会社入って、うんうんうん、稼がなきゃ、働かなきゃ、家賃払わなきゃっていう、うん、そういう状態だったんですよね。なるほど。リサさん、先ほど幼少期とか、まあ、子どもの時にその、まあ、社会になかなか馴染めないなとかって思ってたっていうのって、うん、その霊気をすることによって徐々にこう、まあ、解消されていったりとか、いろんなことが、まあ、経験の中であったのかなとは思うんですけど、まあ、今こう聞いてくださってる方の中で今の社会に合わねえ私とかいう人いると思うんですよ。僕もどっちかって言ったらそういうタイプだったんで。でしょうね。うん、人と全然ちゃう。しかもみんなと思い通り一緒にできない。うん。それが今個性として自分はそこが最高じゃんって思えるようになりましたけど、うん、なんかそれが多分思えてない人ってまだまだいっぱいいらっしゃるんだろうなって思うんですよ。うん。なんかこうリサさんの中から、まあそのお仕事を通じてじゃなくてもいいですけど、うん、なんかこうアドバイスとかあったりしますか？まずは、まあ、私も本当にどうしていいか分かんなかったその頃って、うんうん、ましてや今ほどこのスピリチュアルな世界を容認されてなかったっていうのもあったし、まあ、どうやっても情報分かんないよねっていう社会だったっていうのもある、うんうんうん、ただそこを我慢しないことは大事。なるほど。私は結局それで我慢し続けた結果鬱になっちゃって、うんうんうん、まあもうほぼほぼ強制終了かかっちゃったんですよね。うん、うん、でも今思うと、まあ、それこそさっきも話したけど中学の時に摂食障害になっちゃったっていう、はい、あの時一回死にかけてて、うん、まあ、要は体重落ちすぎちゃったんですよね。もう食べれなかったですか？食べれなかったんです。うわ、よっぽどっすね。そう、だから30キロとかに落ちちゃって、いや、ほんま死んじゃいますよ、それ。いや、よく生きてたなっていうね。うん、本当に。そう、っていうのがあったりとか、まあ、
2回目の強制終了は社会人になった時に、はい、なんかこうそれもちょっと会社のね上司からパワハラ的なのがあって、うんうん、それでまあでも石の上にも3年頑張んなきゃみたいな感じ。あ、大変だそれは。でもこれもわけわかんないじゃないですか。勝手に自分が3年頑張るって決めちゃってる、うん、で今はもうそれこそ量子力学とかいろんなね、うん、こう目に見えない部分が解明されつつあるけど、うん、結局自分が設定したように世界って作られていってしまうから、うんうんうん、所詮私の現実なんてこんなものなんだとか、うん、苦しいのは当たり前なんだとか、うん、そういうことを考えないのが大事。うん、苦しいと思うんです。苦しいあの時って、うん、だけど それって自分が言えば言えほど思えば思うほどそうなっていってしまうから、うん、負のスパイラルみたいな感じですよね。そうだってそう発してんだからそういう世界はいいんでしょって、うんうん、はい分かりましたっていうふうにその通りの世界になっていってしまうから、自分がどうしたいのかっていうのをちゃんと自分に問うていくことはすごく大事。うん、リサさん、全く思ってなくても例えばですよ、まあ、僕が、まあ、人とこう、まあ、友達も僕は少ない方なのでたくさんの友達ができるような自分になるんだって思ったとするじゃないですか、うんうん、全く想像つかないですけど、自分の中で想像つかないけどそうなりたいと思った時には自分にその僕は友達できる人間なんだよって言ってあげたらいいですか。そう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 、ただなんでそんなに友達欲しいのっていうとこを掘り下げていった方がいいかもしれない。なるほどなるほど、その根源、うん、なぜそう思うのかっていうところなんですね。そう、なんか大事なのね、小学校入って友達100人できるかなみたいな歌あったと思うけど、うんうん、はいはい、なんで100人必要なのって。そうですよね、うん、友達多い方がいいに決まってるって思い込みがあるとしたら、うん、なんで100人、いや大事な人 3,4 人でいいじゃんってなっちゃうかもしれないし、そこで解決するかもしれないってことですね。そう、なるほど。だから友達少ないことが良くないことっていうふうに思ってるとしたら、そこを変えた方が圧倒的に豊かな人生になっていくとは思います。なるほど。今のは霊気は入ってますか。あ、そうそうそう、で霊気はこれの学びとかも教えていくんです。どっからが霊気か分かんない。まあだからそう、霊気って本当全ての根源、全部が学べていくし、まあ私の場合もなんかそうやって鬱になって強制終了が起きて、うん、すごくこの世が生きづらいってなったけど、霊気があったおかげでこう自分を大事にできるようになった。なるほど。で人にやっても自分に来るから、人にやるのに自分を大事にしてる状態になるんです。もうやってもやってもどんどん自分が豊かになるし、どんどん自分が元気になるし、やっぱこう自分に手を当てるってあんまりしないですよね。しないんですよね、本当に。うん、本当しないですね。僕なんかは結構なぜか自分の思い込みで自分のことはないがしろにして人にしなきゃっていうのをずっとこの本当ここ最近ぐらいまでですよ、思ってやり続けてきて、うん、でも結果なんか自分が苦しくて周りもあんま幸せになってないみたいなことがずっと繰り返されてきて、うんうん、なんでいいことしてるはずなのにって思ってたんですよ、うん、でも自分いざ自分を大事にしなきゃと思っても、もう今までの35年間の習慣がありますから、うん、なんか自分の大事にし方わかんないんですよ。うんうんうん、うん、まあ、することで言ったら寝る前に振り返って今日自分が誰かにしていいことを思い出そうとかね、そんなレベルなんですよね。なんかそこってなんかまあそういう教育があったりしたかもしれませんけど、うん、それがいいわけじゃないじゃないですか実際、うん、自分をないがしろにして、うん、自分をもっと大切にする方法ってリサさんの中でなんかアドバイス、うん、僕にアドバイスください。まずはまあ、今もね言った通り、やっぱこう人を最初に優先すると、うん、結局一番大事な一番こう身近にいる自分のことよく分かってる自分を大事にしてないってことになるから、うん、
そうなってくると、どんなに人を大事にしても、人からも大事にされなくなるし、だから、かといってね、じゃあ自分を大事にってなかなかみんなできないので、寝る前に、今日も一日ありがとうって。ありがとうって言ってあげたらいいんですね。今日も私はよく頑張った。で、プラス手を当ててあげる。なるほど、なるほど。で、自分のぬくもりをこうじわっと感じるだけで、すごくこう自分へのねぎらいとかを感じられる。で、私ももう自分なんて存在価値がないぐらいで生きてきてた人だったから、霊気をやったおかげで、なんか本当にこの自分が一番頑張ってて、今まで本当にありがとうって、それがこうエネルギーが循環することで感じられたんですよね。なるほど。だし、なんか自分がさせていただいているのに感謝もされるから、なんかなかなか自分大事にできない人も人にやって自分にも来るから、勝手に自分を大事にしてるっていう状態になる。ああ、それはすごい。僕向いてるかも。多分超向いてると向いてるな。思 本当に教えてもらおうかな。う。だからこう意識で頑張る必要がないっていうのも霊気のいいところで、とにかくやりまくったら自分に返ってくるっていうね。最高じゃないですか、それ。そうなんですよ。だからもう私もあらゆる摂食障害も鬱も、それこそ子宮の病気も全部治ってるし、癌とかね。そうっすか。もう生徒さんたちもとか治りましたとか、子供の鬱治りましたとか。なんかこう、精神的なことでもいいし、どんなことでも、ちょっと悩みがあったら、リサさんに DM しちゃっても大丈夫でしょうか。もちろんです。聞いてくださってる方、ぜひ、YouTube の方で載っけますんで、インスタグラムを、そこから飛んでいただいて、リサさんで探しても出ますよね、普通に自分の検索でも。多分霊気の先生、心を軽くする霊気の先生とか、霊気リサって入れたら出ると思います。そう入れてください、ぜひ皆さん。本当に、気軽にお声掛けしていただいたらいいのかな、リサさん。そうですね、ちょっと DM が埋もれる可能性もあるので、ここから LINE とか来ていただければ、いいですかと。わかりました。本当に困ってる方、ぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。じゃあ CM2 回目入りたいと思います。CM どうぞ。はい、CM 開けました。TN エコロジーでございます。リサさん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。リサさん、先ほどインスタグラムについて、から DM したらいいですよってメッセージを皆さんに送らせてもらったんですけど、インスタグラムのとこで、リサさん、めっちゃいろんな言葉を届けてらっしゃるじゃないですか。この言葉一個ずつめちゃくちゃ重みが深いって僕も思ってるんですよ。めっちゃチェックさせてもらってるんですけありがど、とうございます。ストーカーではないですよ。でも結構見てて、で、社内の、社員教育の一環としても、取り入れさせてもらってるぐらいすごいと思ってるんです。この言葉はリサさんの体験談から来るんですか？何なんですか？体験ですね。なんかね、あの頃の自分に向けて話す感じもあるし、あとは、結構降ってくるというか、あ、今この言葉めっちゃ必要、みたいな。なるほど。そで、れがいいな。言葉そう。になるっていうのがすごいなと思って、真似しようと思っても多分なかなかできないんですよ。僕は結構占いとか好きで、いろんな方に見てもらっても結構言われるのが、言葉の人だねって、ラジオとか関係なくですよ。言葉の人だねって言われることが多いんですよ。でも、自分の中にない言葉が全然出ないんですよね。自分なりのもうアホらしい言葉、アホらしいって言っても好きですけど、自分のこういうところが好きですけど、こういうなんか人と違う言葉しか出なくて、重みのある言葉ではないんですよね。これって何なんですか？何の違私でもやっぱ過去超辛くって、本当にいろいろ
どん底行ったんですよ。うんうんうん。でその時の感覚とかを書き留めたりとか、あーなるほど、結構なんかポエマみたいになってたりした時期もあって、うーん、でやっぱね、とにかくいい体験も辛い体験も全部ギフトで、うん、全てが今の自分の身になってるんですよね。なるほど。だから、なんかいい体験だけしかしてないと、やっぱりなんか明るい言葉しか出てこなかったり、うん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 、暗い体験しかしてないと、やっぱりなんかちょっと重すぎみたいな言葉ばっかりが出てきちゃうけど、どっちも体験することで、よりこう、なんかこう自分の中に言語化しやすくなっていく。なるほど。リサさん結構内観されてらっしゃるんですか？その自分自身が。この時、うん、まあ、どういうふうに考えてたとか、うん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 、なんでそう思うのかみたいな感じで自分自身をこう見つめることが多いんですか？霊気をすごい、その鬱がひどかった時にめちゃくちゃ霊気使って、はい、自分を掘り下げまくったんですよ。それはいいことなんですか？ただどん底状態の時に掘り下げると、うん、果てしなく落ちていく。怖っ。なんかもう本当私最悪、もう生きてて主にすいませんでしたみたいな、まあそれはそれで体験してよかったなとは思うんだけど、うんうん、ある程度やっぱりそこを抜け始めた頃とかに、あの時ってこうだったよなっていうのを振り返ってみたりとか、うんうんうん、するとなんかいい変換ができていく。なるほど。あんな風にいじめられたけど、あれがあったおかげでこれに気づけたとか、うん、だからその過去に全て感謝ができるようになっていって、まあ、これも霊気の感謝につながってくるけど、そうだからなんかこういっぱい体験すると、うん、言葉のボキャブラリー増えます。なるほどですね。リサさん、あの霊気を習いたいと思ったら東京まで行かんとみんなできないんですか？一応うちのサロンはやっぱりその一番いい状態でみんなが学べるように整えているので、はいはいはい、できたら東京のサロン来ていただくのが一番よくはあるんだけど、はいはいはい、あの地方でも、うん、まあ、例えば何人かで集まっていただくとか、うん、こう招致していただければ出張での講座とかも行われる。あ、そうですか。はい、沖縄の皆さん、ぜひリサさんを呼んでください。はい、まあ、興味持たれる方多いと思いますけどね。そうね、あの沖縄から来てくれた生徒さんもいるし、去年1回沖縄で開催もしてるんで、うん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 、うん、呼んできます。なるほど、沖縄まで。なるほどですね。そうかそうか、自分がこう行くんじゃなくてリサさんが来てくださるパターンもあるんですね。はい、わかりました。まずは集めましょう。一対一でも別に問題はないんですよね。もちろんあの条件としてはいろいろあるかもしれませんけど、うんうんうん、はい、ちょっと条件もろもろあるけど、まあお一人でも呼んでいただくことは可能です。はい、ぜひ相談してください。リサさん、はい、なんかこう今後したいこととか、うん、あの皆さんにこう伝えたいこととかあったりすればお願いしたいなと思うんですけど。私の今の夢が、はい、まあ、これだけ霊気で自分の病気が全部治ったりとか、うん、周りの方々のうつとかこういうものが治っていってるのを見ていくと、うん、本当に霊気ってもう昔の日本人の大事にしてきたものが全て詰まっている。はい、だし自分を大事にしていく部分とかが全部できる、うん、だからこの霊気全人類ができるようになれば、もう世界が平和になる。最高じゃないですか。もうそれ考えるだけで幸せ。なんかもう平和な世界しかないわっていうような感覚、うん、だから私は今霊気で世界を平和にしたいっていう夢があって、はい、そのためにはもうみんなが普通に霊気を使える世界になっていかないといけないなっていうのもあるので。なるほど。だからもうとにかくみんなまず知ってほしい、うんうん、できるできない関係なく霊気って変じゃないんだな、おかしいものじゃないっていうのを知っていただきたいなっていうのが多いのと、まあ、今年はちょっと講演を増やしていこうかなっていうのもあるので、うん、ちょっと講演会をね、やっていきたいと思ってます。それは東京ですか？東
京、最初は東京がメインになるかなとは思うんだけど、はい、それがいいなって思ってくれたらちょっと地方開催をぜひオーガナイズしていただけると。いや、しましょうよ、しましょう。絶対いいことになると思う。自分もいいことになると思うし、周りもいいことになる。最高じゃないですか。みんなで幸せに豊かになっていく。リサさん、ありがとうございます。ありがとう。なんかこういろんな話聞かせていただいても、なんか聞いてるだけで幸せになりましたね。楽しいですね。特に、あ、もしかしてリサさん、あの、喋りながら僕に霊気送ってくれてました？勝手に言ってたかもしれないねそうですか。ありがとうございます。本当に楽しかったです。1時間あっという間でしたけども。早すぎましたね。はい、またぜひ来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん、リサさんのインスタグラムを、YouTube の方には載っけておりますし、検索する場合には霊気リサさんです、リサで探したら出てくると思いますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。今日は本当に素敵な話をありがとうございました。本当にこのお話しさせていただける機会をいただけてね、感謝しております。いや、こちらこそ感謝でございます。本当に聞いてくださった皆さんも本当ありがとうございます。ありがとうございます、はい、この番組は毎週日曜日朝8時から放送させていただいております。また来週も聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございます。さようなら。